NTT データ先端技術株式会社は、東京都中央区に本社を置く NTT データ100%出資のシステムインテグレーター、コンサルティング企業。クラウドデータベース等の基盤環境を提供するプラットフォーム、AI やオープンソースソフトウェア、ヒニーモスをはじめとするソフトウェア、PCISSC より、クパ認定されたセキュリティの3事業分野を主要な、 ビジネスドメインとする。本社所在地は東京都中央区月島の1 5 7 1999年4月1日、NTT データが全社横串組織として個システム本部を発足。同本部の活動強化を技術支援する会社として1999年8月3日に設立された IT システムの基盤設計及び構築に関するサービスや 製品販売、トレーニングを展開。特定非営利活動法人日本セキュリティ監査、協会制会員。特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ、協会制会員。NTT データセキュリティの統合や、ニューソン NTT データグローバル、テクノロジーサービスジャパンを子会社化する等の M&A も実施し、セキュリティ事業、グローバル事業等を拡大。 2019年に国際セキュリティ基準の開発、評価機関の認定等を行う PCI セキュリティスタンダーズカウンシル LLC 国内初認定。関連施設としてインテラリンクトレーニングアカデミーを設置し、VMware、オラクル認定トレーニング等、技術者育成やセキュリティ技術向上に向けたカリキュラムを提供する。ニュースリリース、国内初。 NTT データ先端技術が、PCIP セキュリティの評価機関に認定。NTT データ先端技術株式会社。www.intelliink.co.jp。二千二十年三月二十日閲覧。企業理念。NTT データ先端技術株式会社 www.intelliink.co.jp。Www. 2020年3月20日閲覧。jsa.www.jsa.jp。2020年3月20日閲覧。特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会。特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会。2020年3月20日閲覧。ニュースリリース。国内初。NTT データ先端技術が。 PCIP セキュリティの評価機関に認定。NTT データ先端技術株式会社。www.intelilink.co.jp。2020年3月20日閲覧。ペ i メントアプリケーションクワラハイドセキュリティアセサース。 www.pcisecuritystandards.org.2020 年3月20日閲覧。インテラリンクトレーニングアカデミー NTT データ先端技術株式会社。www.intelilink.co.jp2020 年3月20日閲覧。NTT データ先端技術と NTT データセキュリティの統合について、NTT データ、NTT データ公式サイト、2020年3月20日閲覧、お知らせ、NTT データグローバルテクノロジーサービスジャパンとの統合に関するお知らせ、NTT データ先端技術株式会社、2021年5月9日閲覧、著作権、商標についてヒニーモス、 www.hinemos.info.2020 年3月20日閲覧。お知らせ、女子プロゴルファー、菅沼奈々選手とスポンサー契約を締結。NTT データ先端技術株式会社。www.intelilink.co.jp。2020年3月20日閲覧。ありがとうございます。